いつも動画を見ていただき誠にありがとうございます。ゴルセオ TV ツアープロコーチの山田です。今回の動画は安定した80代そして70代も見えてくる練習方法、こちらについて紹介をしていきたいと思います。まず大前提として80代で安定して回る、70代を出すためには何が必要なのかというと、やはりこのアイアンで黄密を減らすというのが非常に重要なポイントになってきます。例えば OW をしたりとか大トップ、思いっきり頭を叩いてチョロのような球を打ってしまうと、やはりスコアに結びつきにくくなってきます。また傾斜ですね。ゴルフ場にはさまざまな傾斜、ライが存在します。このライの状況の中でしっかりとボールにコンタクトさせることができる、しっかりとボールを打つことができるようになってくると、やはりそれだけスコアというものは縮むようになってきます。ですので今回はそれが可能になってくる練習方法をこれから紹介していきたいと思います。それでは今回も3つのポイントで紹介をしていきたいと思います。まず1つ目のポイントは練習方法について紹介をしていきます。そして2つ目のポイントで意識してほしいこと、また注意してほしいことについて紹介をしていきます。そして3つ目でこの練習のメリットについて簡単に説明をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になって今後の練習に役立ててみてください。それでは早速1つ目のポイント、練習方法について紹介をさせていただきます。練習方法についてはこのティーアップの状態でこのアイアンでボールを打っていただくという練習になってきます。基本的にティーの高さは難しければ最初短くしてもらっても構いません。ですが最終的にはドライバーの高さでこのティーアップして打っていく、これがとてもおすすめの練習方法になってきます。構えた時に例えば一番下にこうやってヘッドを置いた状態でクラブ上げてしまうと、やはりこう根元側にクラブが来てしまいますので、しっかりとクラブを握っている状態で、かつしっかりとヘッドをボールの高さに合わせ、そこでスタンスを取って構えるように注意をしてください。それでは2つ目のポイント、この練習で意識してほしいことについて紹介をしていきます。まずこの練習で意識してほしいのは、例えばこの球を打っていくときにどこに球が当たっているのかをまずしっかりと把握してほしいんですね。例えば上目に当たったとか下に当たった、もしくは先に当たった、もしくは根元に当たった、これをしっかりと把握してほしいということになってきます。もしもわからない方はスプレー式のショットマーカーや、シールがございます。このシールを貼っていただいて球を打っていただくと、より自分がどこに当たったのかわかると思います。そしてこの当たった時のまず打感、手にくる感触ですね、こちらをしっかりと覚えておいてほしいんです。今ここに当たったらこういう打感がしたということを覚えておくと、今自分がどこに当たってどういうミスをしたのかということがしっかりと分かってきます。そして例えばショットをしてみて、すごく上に当たった感触がした、実際上に当たっていたという場合は感覚で構いませんので、じゃあ次は少しボールをトップするぐらいの気持ちで打ってみようというように、クラブを上げ下げ、もしくは前後させてアドレスを変えてみたり、実際の動きでちょっと感覚を変えてみたりしてもらって構いませんので、こういった微調整の練習をしてみてください。この練習をすることである程度感覚でこのクラブの動きというものを調整することが可能になってくる。もちろんゴルフスイングをしっかりと理論的に理解してスイングの再現性を上げ、球をしっかりとヒットさせていくということは非常に重要なことなんですが、やはりゴルフ場にはさまざまなライがあり、地形があり、そして砂があったりとかいろんな状況があります。その中でしっかりと打っていくためには、この理論と再現性だけでなく、しっかりとした感覚の補正もすごい必要になってくるんですね。
この練習というものは基本的にこの感覚というものを養う。結果として以前紹介した動画でボールのポジションの決め方と合わせていただくと、よりボールにしっかりとヒットして、しっかりと球を捉えることができるため、結果としてスコアも上がりやすくなってくる。この感覚、スコアアップする安定した80台で回ってくる、70台で回るためには絶対的に必要な感覚です。理論で再現性を上げ、感覚を養っていく、この両立ができてくるとゴルフは間違いなく上手くなってくるので、皆さんもぜひ試してほしい練習となってきます。ポイント3つ目ですね。ポイント3つ目は簡単にメリットを紹介していきます。まずこの練習をしていただくと、自分とクラブヘッドまでのこの距離感というものがしっかりと把握できるようになってきます。実際うまく打てない方々、ゴルフ場でうまく打てないとか大ミスをしてしまう方々は、このクラブの長さ、クラブごとのこの自分とボールまでの、クラブヘッドまでの距離感を把握できてない方が非常に多いんです。こちらを把握できるようになってくると、多少地面が上がっているとか多少地面が下がっているっていうところでもしっかりと安定して打つことができるようになってきますので、この練習が非常に有効になってくるというわけでございます。そしてもう一つのメリットは、このクラブの入射角が安定しやすくなるということです。例えばこのボールだけをきれいに打ってほしい練習なのですが、このティーに触ってしまうと基本的にも地面に当たってしまっていると。そしてこれは例えば上から当たりすぎても、下から少しこう下がって、アッパーブローに当たってしまってもティーに当たってしまいます。ティーに当たっているということは、あまりよろしくない入射角で入っている。このボールだけを拾うようなイメージでしっかりとボールを打っていく、そして芯を食った感覚で打てるようになってこれば、適正の入射角で打てるようになってきているということになってきますので、ぜひ皆さんこの練習は必ず毎回やっていただくようにしていただくといいと思います。さあ、いかがでしょうか。今回は安定した80台、そして70台で回るために最も必要なアイアンの精度を上げていく練習方法、こちらについて紹介をさせていただきました。もちろん先ほども言ったように、理論的に理解をしてスイングの再現性を上げていくというのも非常にもちろん大事なことなんですが、それと合わせて感覚を養うというのもめちゃくちゃ重要になってきます。これができていないとやはり現場対応はなかなか難しくなってきますので、ぜひこのティーアップ練習皆さんも試してみてください。もちろんやっぱり100を切れない方とか、まだこう90台安定しないという方には非常に難しい練習にはなってくると思います。そういった方が試したいよっていう場合は、ハーフスイングから試してみてください。小さいスイングから試していく、80台を安定させたい方や70台出したい方ももちろんハーフスイングから試してもらっていいので、とにかく小さいところから試していって、しっかり芯に当たる感覚というものを身につけていく、こうすることによってしっかりとボールにヒットすることができると思いますので、ぜひ皆さんこの練習は取り入れてやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。あなたへのおすすめの動画はこちらです。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。